こんにちは、堀内です。はい、ちょっとね、この髪の毛のふわふわ具合はちょっと今日は雨だということで堪忍していただいて、今日はですね、なんと私先日自己採点の結果を発表したと思うんですよ。あの過去問のね、公立大学の英語と国語の自己採点の結果をね発表したと思うんですけど、現代文の中野先生に採点してもらって、それがね返ってきたので、それをねもう一回発表したいと思います。もう何回同じことすんねんと思うけど、これにはちょっと理由がありまして、まあ早速やっていきたいと思います。こちらの過去問の2021年の問題を解いて出しました。ちなみに2021年は内容的にはすごい解きやすい問題だというふうに好評いただきました。ということで発表していきます。まずは大問1、これはね問いがここあって、全部記述って感じですね。でざっといきます。せーの、はい、ということでね、はい、合計点はよくわからないんですけども、こっちから10点満点、10点満点、10点満点です。こっちが問い2が10点16点で、まあ、セーフ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 ということでね。で、あの問い3がこれあの0点、伸びた以外に見たことない0点、まあまあいただきました。で、次問い4がアーとイーの構成になってて、どっちもまあ記述記述って感じなんですけど、アーが10点中8点、イーが5点中5点ということでね、もうグッとグッとグッとって感じですね。ああ、で最後がおそらく0点です。はい、まあまあまあ満点もありつつって感じで考えたら、だいたい6割5分ぐらいかなという感じですね。大問1は、でもまあこれでも初めてやったんですよ。でもほんまに、まあまあ次行きましょう。大問2がこちらです。ドン、はい、漢字が1個しか合ってなくて、でこっち合ってて、でこれは間違ってて、でこれちょっと微妙なラインかなということで、で問い5、問い5、問い6、問い7が記述でした。で、あ、ちょっと領域展開しちゃったけど、でまあまあまあ詳しく言っていくと、なんと問い5満点、問い6満点、問い7 10点18点ということでね。でも ここもね、まあまあ最初の方はバーッと間違ってるから、まあ7割ぐらいかなみたいな感じで、で2つ合わせて6割5分ぐらいかなということなんですけども、先生曰く、まあ、合格ラインだよって言ってました。イエーイ。分からへんけどな、どうなるか。この年はな、簡単やったらしいのにな、ちょっとこの系どうしたんでさ、だから来年がめちゃめちゃ変な文章が出たら、姫は単純な文章にしか慣れてないので死ぬ可能性があります。マジでデッド、もうやばいよやばいよやばいよって感じなんですけど、先生曰くね、なんと問題自体は一律大学のものなんですけど、添削を見せに来た、今までか知らんけど添削を見せに来た中で、良かったよって、一番って言ってたか忘れたけど、いい方やったよって言ってました。みんなに言ってるかもしれんけど、いい先生やな、まあ、嘘でも褒めてくれたら嬉しいしな。いや、もう頑張りますよ、もっと頑張りますよ。で、姫 の弱点はですね、指示語ってあるじゃないですか、問題に。防線部はどういうことか分かりやすく説明しなさいやって、その防線部が、そのことは私が大学を受験した理由だっていうのだったら、そのことっていうさ、代名詞、ポスワード言葉が入ってる言葉は変えなきゃいけないですか、じゃないですか。それはね、あんまり詳しくできてなかったりとかっていう感じです。あとは普通に、日本語が下手くそだったりとかですね。で、一緒に大阪公立大学行ける人、はい、行った、骨バキってた。大阪公立大学は実数制限がないです。だから短く書くよりも長く書いた方が点はもらえる。これは感覚の問題かな、でも出てきたと思うんだけど、英語の論文でね、長く書いた方が得点率が高いよっていうのがちょっと立証されてるみたいなので、姫は知らんけど、まあ、長く書いたらいいんじゃないかなと思います。もうマジでほんまに短く済ませるぐらいなら、もう説明もまんま抜き出した方が点数がもらいやすいらしい。姫がバツくらったのが、問題で自分以外のものと自分の関わり合いについての文章が出てんけど、その自分以外のものを姫は他者って言ってんな。他者他者
他者との関わりで自分の人格が形成されますみたいなのを書いたんですよ、その回答としてね。そしたら他者ってなったら人かなって限定されちゃうみたいな。だからちゃんとその他者の説明がいるみたいな、自然とか人じゃない文化とか環境も含めての他者っていうそういう説明がもっと欲しいよって言われました。だからほんまに鍵カッコついてるちょっとカッコつけてるところは説明って感じで、分かりやすくやったらいいと思います。もう大体抜き出しなので、公立大学文章の全体として内容が分からなくても、その段落でしっかり読み取って書いていただければ多分点数取れると思います。最後ら辺にね、本文の全体の趣旨を踏まえて書きなさいとかあるんですけど、まあ、それもねもう難しいけど、まあ、そこ以外で点数取るようにしたらいいと思います。多分みんな取れると思うので、ここまで20を受けようって決めたのあなたならいけると思うので、だから多分他の大学でも、まあ、共通することなんですけど、ね、いけるよ。国語はほんまに難しいと思うけど、一緒に頑張っていきましょう。で、英語なんですけど、英語はちょっとまだ分かんないですね。でも半分ぐらいっていうのは自分でも理解してます。だから、早く読めるようになるのと、自分の回答にこだわらないようにっていうか、ある意味諦めをつけつつ頑張っていこうかなって思います。はい、こんな感じで私、2時、もうすぐなんですけども、頑張っていくのでよろしくお願いします。みんなでね、これをね、このね、回答用紙をね、花丸に染めあげましょうよ。では、今回の動画はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。よろしくお願いします。